タマンネガラ国立公園は、マレーシアにある国立公園である。マレー半島中部に位置し、約1.3億年前から続くとされる広大な、熱帯ウリニア同半島の最高地点である、タハニ山が含まれる。マレーバクや、トラ、アジアゾウなどの各種大型哺乳類、サイチョウなど、約250種の野鳥、約300万種の昆虫などが生息する。 タマンネガラ国立公園は、マレーシアのティティワンサ3 0 2 9 3 8 1 9 3 9年に、ジョージ5世国立公園として設置された。インドネシア独立後に、マレー語で国立公園を意味するタマンネガラに改名された。タマンネガラの総面積は4343平方キロメートルで、1.3億年以上の歴史を持つ。 世界最古の熱帯雨林との評判がある。タマンネガラは、パハン州、クランタン州、トレンガヌ州にまたがり、それぞれの州で同様の内容の法律で管理されている。2477平方キロメートルがパハン州に、1043平方キロメートルがクランタン州に、853平方キロメートルがトレンガヌ州に存在する。 タマンネガラは、マレーシアの有名なエコツーリズムの目的地として、開発されてきた。地学的、生物学的見どころが、いくつか園内に存在する。タハニ山は、マレー半島の最高地点であり、クアラタハニやメラッポーが、登山客の出発地点として用いられている。タマンネガラは、マレートラやカニクイザル、スマトラサイ、ガウル、アジアゾウ等の貴重な哺乳類の生息地である。 同様に、セーランや赤色や形、エボシクジャク等の鳥類も見られる。ハ半側は、大型の鯉の一種で競技釣り種のマフシールの保護のために保全されている。クアラタ半近くに、林間の歩道やグアテリンが、ラタベルコー等がある。訪問者は、熱帯ウリニや鳥の観察、ジャングル探検や、ハ半側の風景が楽しめる。すべての入園者は、マレーシア半島や生,生物、 国立公園局から許可を得る必要がある。マレー鉄道の都市間特急がジェラントゥット駅で止まる。たまンねがら訪問者はここで降りるのが良い。地元の旅行会社がクアラルンプールからクアラタハンの公園入り口までの交通を手配している。これは3時間のバス旅行と2時間半の川下りを含む。入園許可と公園旅行はよくまとめて手配される。 クアラルンプール発タマンネガラ行の公共バスは、中華街やセリアホテルの隣の店、フラマホテルの前、ベルジャやタイムズスクエアホテルの200メートル左から発車する。ありがとうございます。